横浜の朝、朝食はホテルウィング横浜館内の1階、ジョナサン朝食バイキング。ベーコン、ソーセージ、スクランブルエッグはおなじみの朝食メニュー。スクランブルエッグをいただきます。トロトロの半熟具合がいいよね。皿の上にオニオンスライスが乗ってんな。一回間違えてそこのしたんだろう。なんでわかった？お見通しだぜ。朝から唐揚げ食べるんか。胃もたれしてねえの？結構平気。ほんで芋も揚げたの食べるんだ。すげえな。さらにベーコンも1枚ぐらいはいただきますよ。これが今朝の第一陣。結構少なめじゃねえ？ほんでやけに茶色が多いし。なあ、朝食に焼き魚は絶対いるよね。今日は鮭。うまい。ご飯にはたっぷりのシラスを乗せてみました。うっしょ、シラス丼うまそうだろ。ほんのり塩味のシラスがご飯にめっちゃ合う。鶏の唐揚げ、下味がしっかりついています。サクって音がいいね。鶏は濃い味付けだからシラスに醤油は不要。アジフライ、これまたクリスピーなサウンドが心地よい。そういえば昨日はホテルで部屋飲みしたんじゃねえのか？したよ。なんで知ってんの？なんでもお見通しだって。動画は撮ってねえのか？撮ってない。なんで？だってコンビニで買ったスナック菓子のおにぎりだもん。時々そんなので一本撮ってんじゃないの？まあそうなんだけどね、本当は中華街の崎陽軒でシューマイ買ってさ、それで一本撮ろうと思ってたの。だけど四川食べた後は崎陽軒の営業時間が終わっちゃって買えんかった。崎陽軒のシューマイなら横浜ご当地だで多少は見栄えするけど、スナック菓子じゃねえ。創作意欲がわかんかった。生意気なこと言うな。ジョナサンの朝食、海苔は焼き海苔です。パリッとした食感が良くて、同じ海産物なのでシラス丼にも合う。朝ごはんに海苔は嬉しいね。フライドポテトにも海苔ご飯を合わせるのか。意外と悪くないに。お、一杯目のご飯を食べ終わったな。二杯目もシラス丼か。まあちょっと慌てになって見とけて。温泉卵行くのか。そりゃええな。うっしょー、黄色がたまらんな。ちょっと待て、そのレンズキャップはなんだ？何が？なんか茶碗の角度が不自然だと思ったら、そんなもん思いとったんか。今さら隠したって遅いわ。見やすいように気を使ったんだが。温泉卵しらすご飯、さらに焼き鳥も合わせます。最強の上を行くコンビネーション。うめえ。こんなんいくらでも食べられる。和のおかずは後追いで。また卵食ってんだ。これはナスの煮浸し。そういえばおめえ、出世の時コンビニ飯で部屋飲みしませんって言ってたよな。ん？結局したんじゃん。部屋飲みの動画撮ってないからってバレんと思ったら大間違いだぞ。おめえが黙っときゃ誰にもわからんかったんだわ。あとレンズキャップの件もスルーしてくれとったらわからんかったのに。みんななんだあのキャップはって思ったに決まっとるわ。サラダコーナーのオニオンスライス、疲労回復や血液サラサラに効きそうです。そんなんこってり刺激物中華料理やスナック菓子とコンビニおにぎりで寝る直前まで飲むのをやめた方がずっと健康にいいぞ。玉ねぎ食うよりも。パンコーナーでチーズブレッドを発見。これは食べたい。ポンデケージョみたいに柔らかいかと思えば結構しっかり詰まってて重い。パンなので洋風にソーセージを食べます。そしてスクランブルエッグも。だけどスープは味噌汁なのね。それは和だったね。横浜の朝食はジョナサンのバイキング。今日1日分のエネルギーをチャージできました。ごちそうさまでした。